ウィーン、パリン。実はアップル信者吉田でございます。この袋でわかると思いますが、中華人民共和国から荷物が届きました。まあタイトルでバレバレなんでね、隠してもしょうがないんですが、超ウルトラデラックスロマンがあるスマートフォンというか、ロマンしかありません。まあ吉田にとっては結構実用性があるなと思ってるスマートフォンなんですが、多くの人にとってはなんじゃそれいらねって思うかもしれない、そういうスマートフォン、まあロマンのみ。まあちょっと有名かもしれませんが、中国ユラーフォンアーマーナインです。メーカーからタダであげるよってメールが来たので、ついもらっちゃいました。普段は商品提供って拒否するんだけど、これは純粋に欲しかった、ごめん。まあ無償提供なんですが、輸入時の消費税は負担してるんで、タダではないですね。というか何の連絡もなく突然着払いで届いたんで、受け取り拒否しようかと思ったくらいです。おお、でかっ、でかっ。いろんなスマートフォン買ってきましたが、こんなに分厚くて重たいのは初めてです。バケモンですよね。まあアーマーって名前からわかるように、めちゃくちゃ頑丈なスマートフォンだからでかくて重たい。アメリカ国防省物品調達基準、いわゆるミルスペック準拠です。ミルスタンダード 810G をクリアしている頑丈さです。中華スマホをアメリカ軍が採用するとは絶対ないと思いますが、まあとりあえずアメリカ軍でも使えるぐらい頑丈だよ、そういうスマートフォンですね。液晶保護フィルム、しかもガラス製が付属、さすがは頑丈が売り。海外コンセント仕様の高速充電器が付属していました。最高で 12V、1.5A、18W 出力ですが、 USB PD ではないみたいですね。 CPU がメディアテック製なので、クイックチャージでもないはずです。独自規格なのかよくわかりません。中国のメーカーって赤い USB ケーブル好きですよね。USB-C から通常タイプの USB に変換するケーブルまで付いてます。有線マウスでもつなげってことですかね。 USB-C からマイクロ USB に変換するアダプターまで付いてます。中国のスマホって安いくせにおまけがいっぱい付いてるんですよね。これも特徴。クロイストラップまで入ってました。裏面の下の方にストラップが付けられるでかい穴が開いています。まあ重たいんで、基本的には首から吊り下げて持ち運ぶんじゃないかな。パソコンオタクの皆さんはスペックが気になると思いますが、ミドルスペックですね、中間グレード。 6.3 インチフル HD 液晶、 CPU はメディアテックのヘリオ P90 です。ヘリオ？うん、読み方はわかりません。メディアテックアンチって結構多いと思いますが、この CPU はまあまあ評判がいい新型です。スナップドラゴンの700番台くらいの性能。あとはロムが 8GB で、ラムが 128GB、 CPU そこそこなのにメモリは剛性ですね。電池っちは 6600mAh、 本体が巨大なんで電池容量も半端ないですね。 iPhone の3倍、一昔前のモバイルバッテリーくらいあります。 OS は全くカスタマイズされていない素の Android 10らしいですね。 Google 純正の Pixel シリーズと同じってこと。軽く本体を見ていきます。ザ男のスマホってデザインで、個人的には結構好きですね。いかにも業務用って感じ、頑丈そう。しかもバックパネルはネジ止めです。普通ははめ込みだったり両面テープ固定だったりするんですが、さすがはミルスペックですね。防水性能は最高スペックの IP68 で、水中でも使えるという水準。さらに言えば IP69K にも準拠しています。 IP69K は80度の高温高圧のスチームジェットをあらゆる方向から当てても大丈夫って企画ですね。もはやよくわからないくらい最強ってことだよ。クイーン、パリン。すごいのは頑丈さだけではありません。頑丈なだけだったらしょうもないんで、商品提供なんて受けてレビューなんてしません。アメリカのフレイヤー社のサーモグラフィーが載ってるんですよね。温度分布の映像が撮影できるやつ、すごいでしょ。パソコンの発熱具合とか撮影するのにいいじゃんって思って欲しかったんです。ちなみにカメラは4つありますが、上2つがサーモグラフィーのカメラとセンサー、左下がメインカメラでサムソン製の6400万画素、右下が背景ボケ用の補助カメラです。いっぱいありますが、3つはセンサー代わりなので、サムソン製の6400万画素1つですね。望遠とか広角カメラとかそういうのはありません。右側に指紋センサー、電源ボタン、 SIM カードスロットがありました。ちょっと独特な配列です。SIM トレイって普通は長細いやつが1個ですが、このスマホはなぜか小さいやつが2個です。ナノ SIM が2枚か、ナノ SIM1 枚かけるマイクロ SD カード1枚です。取り付けているのはドコモ回線の格安 SIM ですね。 IIJ MIO のメイン回線。上側にはイヤホンジャック、キャップ付きです。キャップは雰囲気的に防水というよりは防塵用ですかね。左側に音量ボタンとシャッターボタン、オプションカメラをつけるための拡張端子のコネクタがあります。充電端子は USB-C ですが、ここもキャップ付きですね。同様に防水性能があるとは思えないので防塵目的だと思いますが、なくても水没はしないと思います。ガラスフィルムが別についていますが、液晶には最初から樹脂タイプの保護フィルムが貼ってあります。気泡が入って失敗するとめんどくさいんで、このままにしておきますね。
オプションの純正ケースもついてました。まだ日本で売っていないので価格がよくわかりませんが、中国の通販サイト価格でスマホ本体が 48,400円、このケースが 3,226円です。このケースも地味にすごいです。分厚すぎだろうって笑ってしまいました。わっは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 。頑丈を追求するにしても限度があるだろうってくらいの見た目をしています。溝にカラビナが付けられます。作業着のズボンに引っ掛けろってことなんでしょうね。作業用現場用、そんな感じがプンプンします。クリップも選べます。まあこんなんつけたらクソかさばるけどね。まあクリップの強度は正直怪しいと思います。ただのプラスチックなんで雑に扱えばバキッて折れると思います。ケースつけてみたんですが、これを個人用途で持ち運ぶのはさすがにないですね。ごつすぎる、重たすぎ。この分厚さ見てくれよ。普通のスマートフォン4台分くらいあります。すげえ、326は過去最高だな。XL4 が 170g なので 1.9 倍くらい、ごついゲーミングスマホでも 250g 程度なので 320g はやばいですね。ケース乗せると 400g さらにカラビナまでつけると 420g 420g のスマートフォンとか非常識というか、なんというか意味わからんわ。ちなみにサイズは小型な Pixel 4と比べるとかなりでかいんですが、最近主流な7インチクラスの巨大なスマートフォンと比べると、まあ、同じぐらいの大きさなんですかね。厚みがあって重たいので、これをポケットに入れて持ち運ぶとか勇者クラスだと思うんだけど、ごついがゆえにそんなに重く感じないのが不思議なんですよね。クイーンパリン。いつもの Android のセットアップ、日本の SIM を挿せば自動的に日本語になります。スノー Android 10なので Google 純正スマホ Pixel 4と全く一緒かな。操作性も見た目も完全に一緒というかね、初期状態のアイコン配置も一緒な気がします。ちなみに吉田の Pixel 4は Android 11にアップグレード済みです。まあ、何が変わったのか全くわからないので、10でも11でも一緒。おお、早い。指紋認証の速さは必要十分、 iPhone SE と同じくらいじゃないですかね。ただ Xperia 的な側面の指紋認証は嫌い。左手だと押すのがむずいんですよね。普通に背面にあった方がいいと思うんだけど、最近は背面やめちゃうメーカー多いですよね。指紋認証通らないことが結構あるんですが、原因はケース、対衝撃性を優先しているので分厚い。なので奥まったところにあります。押し付けが足りないと弾かれますね。電源ボタンを1回押して顔認証、電源ボタンを押して顔認証。インカメラを利用したなんちゃって顔認証も使えます。顔認証専用のセンサーを積んだ iPhone とか Pixel のように手で持つと勝手に反応するとかはありません。いちいち電源ボタンを押さないとダメなんで、だったら指紋認証のがいいかな。速度は結構速いんですが、マスクしていても認識するくらい甘々判定なんで、セキュリティは微妙かもしれません。さすがに SIM 挿しただけではネットに繋がりませんでした。APN のプリセットはどこも純正回線しかありません。格安 SIM を使う場合は設定が必要ですね。設定さえちゃんとしてやれば問題なく使えます。夜8時に使っていますが、格安 SIM としては結構速度出てるんじゃないかな。Wi-Fi も遅いってことはありません。普通に速いです。メディアテックの CPU 大丈夫なのかって思う人いるかもしれませんが、基本動作はめちゃくちゃサクサクです。ブラウザもハイエンドな Pixel 4と大差は感じません。すげえ重たいゲームするとかなら別なのかもしれませんが、このスマホの用途を考えればこれで十分ですね。まあ、操作性は Android 10なんで、これが戻るだね。戻る、まあ、こっちも戻る。 iPhone の場合はこっちが戻るでこっちが進むだよね。Android 10の場合は両方戻るなんだよね。ちなみに進む場合はここにある。進みたい場合はもう一回押せばいいよね。リンクをもう一回押せば進めるから、まあそんなにね、進むがないことに対する不満は特にないですね。むしろ iPhone も両方戻るにしてほしいなと思うよね。右手で持った時遠いからね、こっちが戻るだから。 Android の場合は両方で戻れるから、そこはいいよね。まあホーム画面は上だね。ホンテルはホーム画面に。途中で止めると履歴が表示されますね。iPhone 風が嫌だって人は昔ながらのにもできます。サムソン製スマホみたいに逆にすることも一応可能。もちろん YouTube の再生くらい何の問題もないんですが、スピーカーが下にしかないのでモノラルですね。横にした時に違和感があるかもしれません。あと音質もガチの防水だからか知りませんが、ボワンボワンした感じであんまりよろしくはない。ただし音はめちゃくちゃでかいです。スマホとは思えないくらいでかい音が出るんで、聞こえないってことはないと思います。もちろん Android 10なんで、再生画面を小さくしたり2画面にしたりすることは普通にできます。ただしこの機能は YouTube の有料会員限定。
一応アントゥトゥベンチマークを動かしました。アントゥトゥベンチマークは Google から完全にブロックされていて、アプリストアからは入れられませんし、公式サイトも警告画面が出て見られないようになってます。ダウンロードするときも警告がいちいち出るし、インストールもブロックされて警告が出ます。もちろん全部無視して入れました。ここまで警告表示が出るってやべえよなって思いながらも気にせず入れたんだけどね。ちなみに iPhone 版は普通にアプリストアであるんで大丈夫じゃね。ネットで調べた限り、ヘリオ P90 はスナップドラゴン 720G よりちょい弱いくらいらしいので、まさにそんな感じかな。明らかに真ん中のスナップドラゴン 720G よりカクカクしています。まあでももっと古い CPU とか廉価グレードだと紙芝居みたいになるんで、まあまあって感じかな。というかやっぱりでかいな。Redmi Note 9S ってスマホとしてはかなり巨大な部類なんですが、それよりもでかい。まあケース付きだからでかいってのはありますけどね。数値は約20万、20万はミドルスペック水準で、ゲームもまあまあいけんじゃねって言われている程度ですかね。真ん中と見比べると CPU も GPU も7割くらいの性能って感じ。当然左の Pixel 4は800番台なのでぶっちぎりで速いですが、ゲームしなければそこまで必要だとは思いません。メディアテックのヘリオ P90 悪くはないですね。値段が安い格安スマホに積まれてるんなら買ってもいいと思います。クイーンパリン。まあぶっちゃけ性能とかどうでもいいです。やっぱりこのスマートフォンの魅力はサーモグラフィー。専用のアプリが用意されていて、カメラアプリのように起動するだけで簡単に使えます。内蔵ってのは憧れていました。実はフリアのサーモグラフィーの外付けバージョンを以前使っていました。でも最近動画でサーモグラフィーの映像出てこないと思うんですけど、理由があってやっぱりめんどくさいんですよね。外付けは電源を入れてもなかなか起動しなくて1分ぐらいかかるかな。しかも電源は別、あらかじめ充電しとかないといけないんで、使おうと思った時にいつも電池がなくて困るんですよね。あと吉田が購入したモデルは廉価グレード2万円くらいです。安いやつは測定ポイントが1個しかないんですよね。これが気に食わない。パソコン基板の温度を測定するときに発熱してる場所って複数あると思うんですが、これだと1点しか測れません。ちなみに4万円以上する上位モデルは複数ポイントの同時測定が可能で、こいつはどうなのかというと、なんと複数ポイントの同時測定ができました。最高で5箇所同時に測定が可能です。外付けサーモグラフィーの4万円相当の機能がなんと載ってます。このスマホ 4.8 万円なんで、そう考えるとかなりお買い得ですよね。ファミコン型パソコンの発熱を映像化するとこうなります。CPU クーラーや電源回路がある側面が発熱しているのがよくわかると思います。画質は外付けのやつの方が綺麗な気もしますが、まあ全然これで OK ですね。色をつける範囲を任意で変えたり、録画しながら測定ポイントを移動させたり、最高温度や最低温度の表示をしたりもできます。明らかに外付けのやつより高性能。内蔵だからおまけかなと思ってたんですが、全然こっちのがいいですね。モードもいろいろあります。高いところだけ赤く表示するやつとか。あと思ったんですが、外付けのやつよりフレームレートが明らかに高いです。外付けのやつはもっとカクカクした映像だったと思うんですが、これは結構滑らか。ちなみに音も録音できます。思っていたよりサーモグラフィー使えますね。ぶっちゃけこのスマホ持ち運んで使うなんて全く考えていません。サーモグラフィー専用かな。ウィーン、パリン。実はこの変態スマホ、変態機能はこれだけではありません。エンドスコープ、内視鏡カメラというオプションがあります。4300円くらいなんでそんなに高くはないですね。自動車系 YouTuber がエンジンの中を覗くのに使ってたりするのを見かけますが、そういう奥まった場所を撮影するための専用カメラです。これは鏡、正面以外に側面を見たい場合につけます。正直言ってこの内視鏡カメラを目的としてこのスマホを買うのは微妙です。まず純正ケースをつけた状態では使えません。しかもこのケース頑丈なのはいいんですが、頑丈すぎて外すのが大変です。内視鏡カメラを使う時だけ外すとか、そんなのやってられません。取り付ける場所は左側側面の端子部分、その部分にある星型の特殊ネジを外さないとダメです。あとはくっつけてネジを回すと使えるんですが、もうめんどくさすぎでしょう。常時つけっぱなし運用か使わないかですね。専用アプリが勝手に立ち上がります。先端には LED があるので暗いところの撮影も可能です。 LED の明るさはクリクリを回すと変えられます。シャッターボタンもついているので、シャッターボタンを押すと静止画が撮れます。細いところにも結構入っていけるし、 LED があるのでよく見えます。案外使えそうな気配はあるんですが、でもセッティングがだるいよね。というか専用端子じゃなくて USB-C に挿せるようにしてほしかったですね。というかそういうの普通に売ってそう。
録画もできますが上下左右がむちゃくちゃになるし、でかい画面で見ると映像が激しく動くので気持ち悪くなりそうですね。画質は思ったよりいいですが、近いところにピントが合わないんでぼんやりはしていますね。細かく見るとかは結構厳しいと思います。ざっくり見る感じ。クイーンパリン。メインカメラはどうでもいいんだけど一応見ておくと、シャッター音は鳴らなくできます。海外仕様ですからね。シャッター音が鳴るのは日本ガラパゴス仕様。サムソン製の6400万画素センサーはこのクラスのスマートフォンとしては十分すぎるほどに綺麗です。6400万画素あるだけあって、こんなに拡大したとしてもめちゃくちゃ綺麗です。私の名前は吉田義雄です。こんにちは、吉田です。静止画は悪くなかったんですが、動画は正直言って微妙ですね。動画モードにするとめちゃくちゃ画角が狭くなります。もともとあまり広くないんですが、さらに狭くなるので部屋の中で撮影するのはきついかもしれません。手ブレ補正は効いてる感じがしないのでないっぽいですね。ここら辺は高級スマホと安いスマートフォンの超えられない壁。最後に充電だけ見て終わろうと思います。 USB PD の充電器につないでみましたが、残念ながら 5V 2 A が最大です。 10W ですね。汎用の充電器では高速充電はできないみたい。付属の充電器ならできるのかもしれませんが、プラグが海外仕様なので試せていません。まあ電池の持ちはめちゃくちゃいいです。これだけテストしていても 10% も減ってません。さすがは 6600mAh は重たいけどな。中電灯を懐中電灯明るい。これは補足ですが、 LED ライトがめちゃくちゃ明るかったです。普通は LED1 個だと思いますが、こいつは横に4個も並んでいます。ビデオライト代わりになるんじゃねってくらい明るいですね。さすがは現場用。電源スイッチがめちゃくちゃ柔らかい。気に食わないポイントもありました。電源ボタンがめちゃくちゃ柔らかい。軽く触っただけで反応しちゃうんで、間違って押しちゃうことが結構ありました。まあこれを持ち運ぶやつがどれくらいいるのか知りませんが、ポケットの中で勝手に電源が入りそう。まあロックしておけば問題ないんですけどね。ということでユラーフォンアーマー9を紹介しました。分厚くて重たいですが、その代わりめちゃくちゃ頑丈。そしてマニアックな機能としてサーモグラフィーと内視鏡カメラが使える。性能はミドルスペックくらいで悪くはない。そんな感じですかね。サーモグラフィーが想像以上に良かったんで、サーモグラフィー専用端末として僕ちんは使っていこうと思っています。さすがに重たいんで持ち運ぶ勇気はありません。概要欄に公式サイトの URL を貼っておくんで、詳しく知りたい方は見てください。以上です。